まあ、大荒れっていうふうに小西さんは言ってましたから、うん、ちょっとどっちが有利とかっていう場面ではなく、まあ、大荒れという、まあ、どちらも攻めが強い、結構押し切られちゃうね、まあ、ありますよね、展開にはなるかもしれないですね。で無敵技っていう点でいうと、まあ、ジュリは OD 先生に持っている、はい。さあそれでは準備が整ったようですね、はい、早速先鋒戦を見ていきましょう。さあ後がない名古屋王者ボディスター、うん、鬼木ブルーサルです。名古屋としてはこう30ポイント必須ですよね。そうですね、取れないともうセカンドステージがなくなってしまう、はい、ます。さあ最初の触り合いは鬼木が制していたんですが、プゲラ天仙人からラッシュ置き攻めてシミ、いやもうあっという間に体力をかけましたね。19秒で決着、はい、ストリートワイダーシックス。やはり一度チャンスをつかむとシントン滅却してもやはり熱いものは熱い、そう熱いですね、はい、今のところシントン滅却感じなかったですけどね、あのプレーは。さあうまくオニキこのラウンドでは触って端に追い込むことに成功、手裏剣を設置しての投げからの追撃。さあもうワンタッチではおそらくゲージをつかなければ苦しきれません。空対早い、振り込んだものの鬼木端からは逃がさない、ドライブゲージがかなり怪しいですね。さあここで回復したのはプゲラです。ドライブゲージ残り4つ、天線に通常バンで落とす。鬼木ガードも許されない、これでバーンアウト。体力差は大幅有利ですが画面押し込まれていってしまっている。さあまずはこれガード指導です。スタンで一旦ダメージは受け入れた。でやー、おー、よく見ている、インパクト若い、返しますが、これはコンボミス。とはいえ、まあ、有利は有利か。おー、さあ、うまく3、4行から触れに行きました。いや、今の女性インパクトを返したのさ、ね、素晴らしいですね。もうインサルプランだけは絶対通させない、はい、うん、それだけが枠筋だったんで完璧でしたね。さあこれで両者エセゲージ3ゲージを保有した状態での最終ラウンドとなります。できればキンバリーとしては権限カグルを使って火力を上げたいところではありますが、いやしかし立ち回りでプゲラが圧倒します。飛んだところに対しての点線に回復、素晴らしいです。ジャストバー、ジャストバリー、ここからコンボ選択は一旦一本に締め、さあ中下のタクから崩したが、ここでどうする、金元カグル行かない、これ行かず見てますね、もう。そこでインパクト直重ねは飛びで回避していこう。プゲラ折り返したぞ、展開がやばーっと危ないぞ、止めてる、コンパで止めた、だからラッシュはしづらい、ドライブゲージの状況が良くなかった。インパクトは一旦回避してプゲラどうする、うどうなるんだこれ、うおー差し返した、さすらに対して差し返し、両者リーサル見えています。鬼木のドライブゲージなさすぎる、そうですね、追撃にかけられるリソースが少ないが、ここでバーンアウトから合わせ技、ミスがなければそのまま打撃からのスタンですね、うん。さあまずは1本目プゲラが勝利、最後は見事でしたね、中足でバーンアウト、しゃがみチェック君ガードでバーンアウトするっていうドライブゲージ状況を判断して、まあ、すぐさま中足から、インパクトを打っていました。あれはさすがの鬼木といえども若さを発揮することは難しかったですね。そうです、まあ、ボタンを押したりで投げて割り込めるフレームになっているんですけど、うん、いやそこは対応、あまさかあの展開の速さで来るとはっていうプゲラの技の選択は良かったですよね。かなりやはりプゲラの一度ターンを掴んだ後の攻め手が非常に豊富です。ラッシュ中パンチ、ここは手裏剣を重ねつつ中下のタク、そしてしゃがみ大パンから、おーうまい、さあうまくシミ誘った、これはリーサルも見えてますね、一旦使わない、ドライブゲージ削りに行く、いやこれうまいな、手裏剣でのドライブゲージをうまく削ってバーンアウト誘発、これはさすがに鬼木かなり有利でしょうね、削ってもいいですし、さあプゲラ上は出る、そしてお投げはバックステです。さあ避けての鬼木、はい、これで1ラウンド先制、確かに荒れる試合ですね、先手を取った側の攻めが強烈すぎて、そうですね、ワンサイドになりがち、継続はどちらのキャラも優秀ですからね、おーうまい、おー、すら先端から、そうですね、これはコパン繋いでの権限神楽です。2ラウンド目で SS3 背面使えると火力高い状態でここを取られたとしてもね、3ラウンド目も強くなるんでいい使い方ですね、移動速度アップ、そして攻撃力アップと、おお歩いてのコパン、中足きた、さあ来ました、これだ、おー2機コンボ、そして中段、おこれは
打ってきます、打ってきましたが、ガード成功です。さすがにきつかったというところでしょうか。プゲラとしてもトーラバン CA を打ったんですけれども、ね、これで 1-1 と、うん、さあこれで最終試合です。さあ最初の初手の触り合いでやはりプゲラが触れればかなりね相手に攻めさせることもできるので優位になっているように見えますが、まあ、やはり風波を貯めて再発症を追いかけるのは強力ですよ ね, ですよね。そういう動きされるとやっぱ飛んだりこの OD さん音響を使っていく必要があると。さあこれはパニッシュカウンターから、いやーしのいでいる。しかし、うん、SH もガオされてしまいました。いやあまりにダメージがインパクト持ってますが、インパクトこれは返せなかった。入れ替える、さあ入れ替えでのもう一度インパクト、しかしこれはジャンプ、そして体育は見ている。これバーンするとまずい。うおー、中足からこれは先ほどのラウンドと同じような形ですね、うん、さあこれでマッチポイント、プゲラ。さあラッシュ、上は絶対に落とします。プゲラ異常な対空精度、よく見てますね。はい、じゃあ通ったぞ。うまくパリの後の打撃タクが通った、うん、何か技を押してしまいましたね、はい、まあ、これリードは圧倒的にプゲラ、しかもゲージもあるんで、あーっと地上、うん、あぶれ助かった。さあコンボにはいかなかったが、ただダメージがかなり取られている。そうですね、相当に苦しい状況です。これ何か食らうと終わってしまう。これ切り返せるか。いやこれうわ、さあここは出した、うまく一旦切り返します。いやしかし依然として厳しい。うわめくったぞ。さあうまく裏タク通した、そして端を背負わせている。まだ手裏剣残っている、ラストの手裏剣。中下は剣仙林拒否、見事勝ち筋にはつなげさせなかったプゲラ、見事です。3試合目はもうプゲラペースというかでしたね。先に触って、はあ、